ーのマイテスマイテス。かみつきのるいとみさきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。早速ですが、今日はリモートで一緒にご飯を食べようと、それだけの企画でございます。イエーイ。前はね、リモート飲み会っていうのをやりましたけど、今日はね、2人でただただ喋りながら、ただただご飯を食べていこうと思います。はい、このご時世なのでね、我々も1年半ぐらい会えてないので、のんびり食事をしながら雑談していきましょうよと。はい、全然なんか本当に会ってないから一緒にご飯食べに行くっていうことがなくって、それをなんか企画でとりあえずやりたいねみたいなね話にね一緒にご飯食べようよみたいなうん、そうなの。そうなんですよ。なんでね、ぜひご覧になってる皆様もね、一緒にご飯を食べて我々のリモートご飯会に参加してる気持ちで見てください。はい、では早速リモートご飯会を始めていきましょう。イエーイ。イエーイ。さあ早速やっていくんでございますけども、はい、私は今回セブンイレブンさんで買ってきました。おー、そう、今回はね、コンビニご飯編ということで、コンビニで買ってきてくださいと宿題を出していましたけども、はい、うん、コンビニのご飯って私普段食べないんだけど、せっかく企画だし、普段だったら絶対選ばないものを買ってきました。はい、こちら、どどん、おー、富田監修3代目豚ラーメン、わしわし麺、煮豚、野菜、背脂、にんにく、にんにく。豚ラーメンさんの登場でしたか。すごくない？これ超重いんだよ。知ってる、食べたことあります。ある、美味しい。おイオンは美味しいだろうけど。美味しい、めちゃくちゃ美味しいあとはこちら、野菜と食べる砂ずりポン酢。わあ、うまそう。え、めっちゃ美味しそう。本当に私こういうの好きなんだよ。なんか焼き鳥屋さんとか行くとこういうの頼んじゃう。わあ、わかるわ、わかるね。じゃあこんながっつり肉肉しいランチにしようかなと思います。イエーイ、いいと思います。イエーイ。じゃあ次みっちゃんお願いします。で、私が今回買ってきたのはこちら、出た、生ハムとチーズとトマトの冷製パスタ。ちょっと女子みたいなの買っちゃいました。私それ大好きなんだよね。あ、ほんと食べたことある？ある。私それ初めて。なんかせっかくもうそろそろね、夏だし暖かくなってきたし、うわ、トマトいっぱい入ってて美味しそうって思って、生ハムも好きだし、なんかこのチーズも美味しそうだし、うん、これにしてみました。じゃあこれお互いに食べたことあって美味しいよシリーズだね。ぜひ食べてって、ね、あ、そうそうそう知らないうちにおすすめしてるシリーズね。私そっち選ぼうかと思ったもん今日。あぶねえ。あぶねえ。じゃあ食べていきますか。はいはい。じゃあ準備準備。これはチンしなあかんから。そうだよ、豚ラーメン6分ぐらいチンせんな。7分だったっけ。本当だ時間かかるわよ。すごいね。みたも食べていいよ。あ、食べていいの。はい、いただきます。いただきます。うん、おいしい。いいな、本当にそれ私見つけてたら絶対買ってたわ。おいしそう。うん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 、おいしい。おいしいよね。うん、パスタがね、割と細麺で、うん、サラダパスタっぽい感じ。あちあちだ。見せてみろ。見せる。ドーン。うわー、うまそう。うい。あ、曇った。はい、湯気。はい、湯気。はい、じゃあいただきまーす。はい、どうぞ。うまい。よかった。男子高校生大好き、これ。味も濃いめで。そうそう。ガッツンリくるで、ガッツンリ。ガッツンリよ。じゃあ私のラーメンができたところでね、はい、ランチタイム楽しんでいきましょうよ。今日はね、まあ一応フリートーク、ご飯食べながらフリートークなんですけど、せっかくなんで見てる皆さんにも面白そうな話、そうね、うん、していきたいなと思って、
いろいろ考えた結果、ボイトレのお話しようかなって思ってボイトレにお話、ボイトレにお話をしようかなと思って、うん、意外とこうさ、ボイトレって言われてもなんなん、どんなもんなん、どういうことなんって思うと思うし、これからボイトレ行きたいなって思ってる人いたら、うん、あ、そんな感じなんだって思ってもらえれば、うんうん、こちらとしてもいいなと思うので、うん、めちゃめちゃご飯食べながら喋ります。はい麺のすする音入ります。2人とも麺だったね。そうそうそう、ボイトレなんか多分ボイトレに関しての動画とか私たち全然チェックしてないからわかんないけど、うん、その他でもまあ上がってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあそれぞれ先生によっても違うし、通ってる場所とかによっても違うと思うから、うんうん、まああくまでも私たちの通ってたボイトレの話を、まあ気になる人はまあね、うん、一個人の話として聞いてもらえたら参考になればなと思ってちょっと話そうかなという次第です。みったんはさ、ボイトレの前にさ、うんうん、学校に行ってて、うんうん、またちょっとそういう専門学校とは違う感じなの？ボイトレと専門学校がどう違うかってことだよね、うんうんうん、そうだね、専門学校とかだとまあ本当に学校だから一応座学とかもあるのよ。言ったら業界のことみたいなこととかもちょっと勉強するし、あとは普通にみんなが思うようなコードの勉強、普通に音楽のコードの勉強とか、はいはい、理論の勉強とかすることもあるし、先生がさ何人か おられるわけよね、うんうん、結構先生によってその先生たちのさルーツがマジで全然違うから月曜日の先生はオペラ出身だから結構こう太い声の発声の練習をして、はいはいはい、それで次じゃあその火曜日の先生はあのダンスボーカルっていうかその例えばオーディションだったりとか、まあ、もちろんライブとかもそうだけど歌ってなおかつその動作見せる動作がないとダメじゃん、うん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 、棒立ちでやっぱり歌っててもそうだ、ね、みんなにはねやっぱねなかなか表に出るってなるとその歌ってみたとか YouTube とかでやってるとかそういうのじゃない限り、うん、やっぱり多少その見栄えが良くないといけないからそうだね、そういうリズムの取り方をまず最初の基本として練習したりでその先生が、うんうん全然そのさっきのオペラの先生とは違って、うん、もうなんかもともとジャズやってましたとかそういうロックやってましたとかなんかそんな感じで全然違うから、うん、結構教えられ方がかなり変わってはくるかなっては思ったんだよね。この先生からはこういう風に高い音は出しなさいとかこういう口の開け方しなさいって言われたけどこの先生マジで真逆のこと言ってるみたいなことも、うんあるのよ。まあでもそれをちゃんと説明すればああじゃああの先生なんかどっちの方が使いやすいみたいなあなたはどっちがいいよみたいな聞かれてなんか私はこっちの方が、ね、のみたいなそう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 、うんうん、先生によって違うけどその生徒それぞれに一応あった発声の仕方だったりこの生徒がどういう方向性でいきたいのかみたいなのをちゃんと汲み取ってはくれるからそれがボイトレと違うなって思ってんとしては例えばその僕は R&B 系でいきたい僕は、うんうん、ビジュアルロックでいきたい私はアニソンでいきたいけど、うん、私はシンガーソングライターでいきたいそれぞれいろんな、うんうん、ジャンルに行きたい方向性が違っててもだいたいそれに合う先生がいるっていうところがすごい大きくてなんかなるほどもちろん必ずその先生にずっと見てもらえるってわけでは全くないけれど、うんうん、それ専門の方がほとんどの場合はいらっしゃるからなんか普通に学校で授業は受けててそれでさらにここの発声ってもっとこういうジャンルに寄せるにはどうしたらいいんだろうとかそういう深くアドバイスとかを聞きたいときは、うん、やっぱりたくさん先生がいらっしゃる専門学校は強いかなって思う、うん確かに音楽って言っても幅広いからねそれにそうそうそういろいろ順応した先生たちがいるからうんまあでも僕はロックやりたいよって言ってても例えばジャズっぽい先生であこういうのもかっこいいなって思うこともあるだろうしねそう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 いろいろやってた発見もありそうたくさんの先生に見てもらってその自分の素質を見極めてもらえるっていう点では、うん、ボイトレだとやっぱり自分が選んだ先生一人とかで見てもらうことの方がやっぱ多いと思うからそうだ、ね、たくさんの人に見ていただいて何が自分に合ってるのかなとかまあいろんな刺激にもなるし
っていうところは専門学校は大きいかなって思います、うんうんうん、とにかく音楽が好きで歌うこととか、まあ、作曲とかそういうのが好きで、うん、どういうのが合ってるのか分かんないけどでも音楽でやっていきたいとかっていう人だったら結構入ってみてから選ぶっていうのがありだってことだね、うん、そうそうですそうです。あとはなんかあの楽器のコースの人たちとかあの、うん、そういういろんなのも併設されてる学校とかだったら、うん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 、そこで例えばバンド組みたいって言ってもう一生そこで付き合う仲間ができる可能性もあるし、ね、あとはもう学校法人でその、うん、なんていうの事務所いろんな世の中の社会の事務所とそのつながりがあったりして、うんうんうん、デビューにその近づけてくれるためのサポートセンターみたいなのもあるしそれ卒業してからもう使えるのね私が通ってたところは。あそうなんだ。そうそう。で、なんか、オーディション情報とかがメールで送られてきたりとかするし、その、学校にだけ送ってるオーディション情報、世の中には出てない情報だったりとか、その、私はよくやってたのが、その、作曲家さんとかが、うんうん、あの、仮歌の人を探していますって言って、はいはい、一般の人から探すより、専門学校通ってる子たちの方が、確率じゃんね。うん、だから、そういうところに声かかって、で、私、他に美咲ちゃんどうなんか作曲家の何々さんって人が今仮歌探しててみたいな例えばアニメ系が好きでとかちょっと声が高い、うんうんうん、可愛らしいのが得意な子が好きで今探しててみたいなそういう案件とかあってちゃんとお金が出たりもするし、うん、そういうのを斡旋してくれるっていうのもあるから、うん、まあでもお金もすごいね専門学校やっぱかかるからまあね一応その気軽にはねなかなか行けないけどもう私は本当に音楽やりたいです。もう大学とか行くのではなく、もう音楽に捧げたいですっていう人がいたら、全然行っていいと思います、うん、私は。ありあり。もしその、例えば音楽で、その事務所にどこにも入れないけど、なんか、例えば音楽系の、あの、事務とか、普通に就職っていうのをその専門学校に入ってる間に考えたとして、それもサポートしてくれる専門学校は。じゃあ、普通のなんか大学の就職決めるのと同じような感覚で、他の就職先に、ちゃんとサポートもしてもらえるから、例えば自分音楽やってもうまくいかないかもとか、自分この後どうしようって思うかもしれないから、専門学校音楽行くやめようかなみたいな思ってる人がいるかもしれないけど、うん、その辺も自分のそのやりたいことに合わせて、音楽の専門だけど、どこどこの会社に就職したいとか、そういうのは全然できるし、融通聞くから、なんかあんまり不安がらなくてもいいかなとは思うかな。なんか、料理とかさ、うん、そういう専門学校よりもさ、音楽の専門学校ってさ、ちょっと、うん、まあ私個人から見るとさ、ちょっと将来性の不安ってやっぱりあるじゃん。うん、そうだね。うんうん。やっぱその芸能系っぽいお仕事だからさ。うん。でもそういう風に聞くと、あ、じゃあその、例えば19歳、20歳のこの2年間、まあもっと多いところもあるかもしれないけど、うん、そういうところ、自分のやりたいことやってみようって思うのもすごくいいと思う。うんうん、全然違う。どこどこの、会社に俺は就職してみたくなったって言って卒業後すぐにそこに就職したっていう人も全然いるから、うん、もうそこに入ってしまったからもう今後どうなるかわからないとか、うんうんうん、もう一生音楽やっていかなきゃいけないってことは本当全然なくてその辺は普通の専門学校だったり大学と考え方は一緒でよくってその後卒業後どうするかは全然自分で決めていけるからその辺はいいんじゃないかなって思うし、音楽の専門に行ってたら、自分から行動しないと、本当に将来の道が開けないから、うんうんうん、例えば、料理の専門学校行ってたり、例えば美容師の専門学校行ったりとかして、それはさ、まあ、勉強して、ある程度の評価まで行って、卒業したら、まあ、その資格みたいなものって取れるわけじゃん。だからそれは一旦ゴールなわけじゃない？そうだね。うん、ただ音楽の専門学校って、そのデビューがゴールだったりする場合は、うん、本当に自分から行動しないと、ただ教わって終わっちゃうのよ。なんか分かりやすく資格とかじゃないもんね。これができるからとかじゃないもんね。そうそうそう。どんだけ真面目に一生懸命休みなしで行ったとしても、自分からアプローチしてないと、うん何にも残んないんだよ、学校行った意味。とにかく自分を売り込みに行かないといけなくって、うん、
それはもう学区内友達、例えばバンド一緒にやろうって言ってる子たちを探してみるとかもそうだし、一旦自分がここにいるよと、私こんな歌歌えるよとアピールすることが本当に大事で、うん、私これ専門のその2年の、ん？私が1年の時の2年の先輩に言われたんだけど、うん、なんかみんなすごい歌うまいのに、ただ学校来てるだけって、うん、サポートセンターに顔も名前も覚えてもらってないような人を誰もオーディションには出さないよって言ってて、うんうんうん、だから少しでも自分はこういうことやりたいですとか、こういう歌歌えるよとデモテープだったりとか、あとプロフィールとかを少しでもいいから、うんうん、そのサポートセンターの人に提出して分かってもらって、そのなんか案件が来た時に、そのはいこういうオーディションがあるよってみんなにお披露目する前に、うん、そのあれこの子いいじゃんこの子いいじゃんこの子いいじゃんっていうのがさ、そのセンターの中の人の記憶にあればさ、うん、先に連絡をくれるわけだよ。そうだね、あの子いいかもってなるもんね。そうそうそう、で丸々ちょっとこれ受けてみないみたいな、みさきちゃんこれやってみないみたいな、そういうふうにまずお声がかかるわけよね、オーディション以前の問題で、うんうんうん、そういうふうに人に自分の存在をまず認めてもらえてないと何もかもが進まないから、どんだけコミュニケーションが苦手っていう人であったとしても、こういう業界は本当そういうの大事になってくるから。そうだね。うん。そうなの。一番大事ぐらいあるよね。うん。そう。歌がどれだけ上手くても、誰も自分の歌声知らなかったら、誰も何もしてくれんし、誰かが何かしてくれるっていうような世界じゃないから、やっぱり。うん、その辺はマジで自分に厳しく、鞭を打ってでも、そのいろんな人に自分の声を知ってもらったり、自分の存在を知ってもらうために声をかけに行くってことがすごい大事だと思います。専門学校ではそれをめちゃくちゃ学びました。やっぱ授業以外でどれだけ頑張れるかだよね。そう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 、本当私放課後がしようかと思ってたもん毎日。偉いな、すごいな。それを知らずに、みんななかなか気づかんからね。うんうん、2年間過ごしたっていう人も絶対いっぱいいると思うから。いっぱいいる。そう、それをやっぱ早めに知れたっていう、先輩に出会えたっていうのも、うん、大きかった、すごい大きかったんじゃないと思う。それは楽しくワイワイもう大事だけど、全員基本ライバルだから。そう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 、なのそうなの。そう、そこでまあボイトレもそうだけど、その気持ちを忘れちゃいけないよね。全員ライバルだっていう気持ちを、絶対に、うん。確かに確かに。はい。うん。ごちそうさまでした。完食。完食。お腹いっぱいだぜ。お腹いっぱいだよね。うん。なんか、絶対食べれないって、実は心の中では思ってたけど、みさきちゃんの話聞いてたら食べれたわ。うん、あ、よかったね。あ、みさきちゃん食べた。おいしい。いっぱい食べたね。ほぼ終わりです。うん、おいしかったね。トマトいっぱい食べたね。リコピンいっぱい取ったね。お肌プルプルなっちゃうよ。あれなれ。じゃあ専門学校の話を聞いたんで、その後のボイトレの話なんですけど、ボイトレ入ってなんかその説明会の時とかでもすごいわかるんだけど、経験者、今まで音楽を習ってきている人たちばっかり来るんじゃないかって不安、皆さんありませんか？はい、先生、ありました。ありましたよね。私が多分なんかね、一番ありましたよ。何くらいいたっけ最初？20人くらいいたっけ？うん、20人くらいはいたかな。いたよね。あの中で、うん、多分唯一今まで音楽をやってきてなかったのが私なの。あ、本当ですか？そうですよ。そうです。そうなんですか？意外。意外ってだよね。意外でした。そうなんだよ。本当に小学校5年生の時に1回ホルン吹いただけだから。ホルン回。先生とマンツーマンで教えてもらう1対1のレッスンの形と、少ない少人数で 2,3 人でグループレッスンっていうのもあるんですけど、うんうんうん、私たちがその通ってたところは1人の先生に20人ぐらいいたんだよね。そもそも1回目ね、1回目の授業。そうだね、一番最初、まあ、そっからの人数の変動とかまああるんだけど、私たちの行ってたところはその分授業料もまあ安くて、授業料も安いし、うん、それでなんか2時間とか、まあ、長い時3時間とかで、その
何人もたくさんの人数の人を一人の先生が見てくださるって、まあでも言ったらそれはね、初心者の人すごい入りやすいかなっては思うんですよ、うん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 、1対1だとやっぱ緊張しちゃったりするからね、友達と 2,3 人で一緒に入ってみたりしてもいいし、そうだね、すごいおすすめではあるんだけど、うん、そういうあの募集がかかってこういうの始めますけどどうですか、誰か来ませんかみたいな時って、さっきのルイタみたいにもしかしてなんかずっと習ってたとか前他のところでレッスンしてたみたいな人ばっかり来て私だけ全然歌えないんじゃないかみたいなことをみんな絶対思うと思うんだよね。そうだね。ね、そうそう。私が代弁してあげるよ、その、それは。いや、本当に、グループレッスンってみんなの前で自分が歌うってことでしょ？そんな私、友達の前でカラオケでしか歌ったことないのに、知らん人の前でどんな歌をみんな歌うかもわからんのに、怖いって。思いましたよね。ええ、とても。だって最初にさ、なんか最初の授業行ってさ、まあこういう今後こういうなんかそのカリキュラムみたいな話されてさ、こういうことやっていきますみたいな、うん、じゃあ次の授業で皆さんに歌っていただきますみたいな感じだったじゃん。なんか一人一人どれくらい歌えるか分かんない。まあそれは当たり前なんだよ、正直ボイトレしてるから。そうそう、うん、一人一人にじゃあ次の授業で歌ってもらいますんで、なんか曲決めてきてくださいみたいな言われて、うんうん、私もう動揺、え、この人数の前で歌うん。そうなのよ、やばかったな、あの時。老若男女おるみたいな。そうそうそう、違う、老若男女の前で歌うみたいな。ほんと一番下の子中1とかなんか小学生とかだったよね。うわやばいね。なんか小屋くんなんかミュージカルやってるみたいな感じの、なんかほんとにジャンルバラバラだったよね、一番最初。みっちゃんたちみたいに学校から、専門学校から来ましたっていう人もいたし、うん、その子役みたいな子もいたし、声優でデビューしたばっかりの子とかもいたし、うん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 、普通に会社員の人とかもいたし、まあちょっと特殊なところで働いてる人もいたし、うん、あとやっぱ友達と一緒に来ましたっていう人もいたし、まあもともと専門学校入ってたけどちょっとブランクあってきましたっていう人もいるし、うん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 、もうほんと様々様々。そうなんですよ、様々なのよ。なんですよ。でも本当ね、それ気にしてるのがもう最初のその 1,2 回ぐらいだけで、うん、結局やり始めたらみんな友達作りたがんのよね。だから最初は緊張するし、なんか自分どんな歌を歌えばいいんやろって思うけど、マジ大事なのは自分との戦いなんで。そう、自分が良ければ、正直他どうでもいい、チームでやっていくわけじゃないから。そうそうそう、正直ね、関係ないんだよね、自分が上手くなること以外は。気にせず、自分がどれだけ先生の話を第1回目から吸収できるかだけを、まあ、考えて一生懸命メモとか取っていって、緊張するけどね、それで行って、そのうち2回3回続けていったら、隣の子が話しかけてくれたとか、何かあった時にちょっと聞いたら、うん、すげえいい人だったみたいな感じで、結局はね1個のクラスみたいになるから、その辺は全然ね、うんうんうん、心配せずにボイトレはね行ってみてほしい。なんかその体験レッスンとかでもいいから、うんうん、みんなだいたいね音楽好きで同じもの好きな人同士だから、そんななんかさ、こいつ歌下手くそとかさ、ないない、それは絶対みたいな、そうそう潰してやるみたいなさ、絶対ないから。ないない。そう、なので一回気になるなんかボイトレとかあったら、体験レッスンとかでいいから一回行ってみるのは、うんうん、ぜひぜひありなんじゃないかなって思います。大体みんな自分歌下手だからっていうのが、あの、うん、なんてネックっていうかコンプレックスだと思うんだけど、うんうん、下手で当たり前で学校行ってるから、その下手っていうのは関係ないんだよ、正直みんな下手だから、うんうん、そうなん、そうなん、そうそうそう、下手で上手くなりたいから学校行ってるから、その下手だからっていう理由で、うん、そのなんかちょっと消極的になるとかっていうのはもったいないよね、めちゃくちゃ、うん、めちゃ逆だもんね、逆逆逆逆、そうそう、下手だから行くの。そう、でそれで下手だって言ってくる人もいないし、うん、そうそうそう、絶対いないから、そんなやつおらん、絶対おったら多分そこやめた方がいいと思う。そうそうそう、お前プロなんかって言ってやれ、そんなやつ。そうそう、大丈夫、そうそうそう、心配しないで、心配しないでほしい。絶対先生の言うことをやってれば、うんうん、それなりに上手くなるから、うん、積み重ねだからね、自分練習のね、そうそう、仲良くなってみんな一緒に何年かやっていくと、うまくなったよねって言ってくれる友達もいるから、うん、それを糧に頑張るんだよ。だし
ナイナイちゃんの声すごく好きなんだよねとかこう言ってくれるからみんな切磋琢磨できる仲間はね増えると思います。でもそれに甘えちゃダメだよっていうこと、うん、そうだね、みんな優しいからそう基本的にみんな優しいけど私それでいいんだって思っちゃダメ。なんかそれは自信になるけど、あ、この人にとってはいい声に聞こえてて歌上手に聞こえてるんだな、じゃあもっともっと上手になるためにはどうしたらいいんだろうっていう風にこうそれを勝手にこう努力を重ねられるような精神じゃないと正直ダメだとは思う。グループレッスンはやっぱりあのなんかみんなと一緒にその高め合えるっていう点だったり、そのまあ授業料が割とマンツーマンより安かったりっていうそういうメリットもすごいあるし、友達もできるしね、いいメリットもあるんだけど、うん、やっぱその励まし合う中で、あのそうみんなで仲良く頑張っていこうが、その途中であのその自分の限度をそこで決めちゃう場合があるんだよね、友達と一緒にいると。そう止まっちゃうんだよそこで、そうそうそう、あこれでいいんだって思っちゃダメなんだよね。でそこで向上心さえ忘れずあの頑張れるっていう人はぜひあのグループレッスンすごいおすすめです。そうね、うん、それかなんかまあ最初グループレッスンで行って、なんかある程度、うんうんうん、あの基礎とかできるようになってきたら、そのマンツーマンのレッスン変えてみたりしてもいいと思うし。あ、全然いいと思う。ね、なんか自分が上手くなるために行くっていう、うん、もう本当それだけの気持ちがあるって人は、うん、お金もかかっていいっていう人は、正直マンツーマンの方がおすすめです。私は。マジでそうです。はい。自分のスタイルに合った生き方で、ぜひぜひやってみてほしいなと思います。うん、はい。はい、じゃあここでデザートタイムに、わーい参るぞ。はい、デザート持ってきます。デザートデザート、いいもの買ってきたもんね。私もあたいのデザートこれだ。おわ、しっとりクッキーサンド、いちごのレアチーズ。あら、おいしそうね。今日の気分はね、こちらザン、たっぷりみかんの牛乳寒天。イエーイ、これじゃあいただきまーす、はい、いただきまーす。うん、うん、こんな感じ。うん、思ったより甘さ控えめで美味しい。クッキーもしっとり。みかんめっちゃ偏ってこの半分にしかないでもこの牛乳だけの部分がね、私好きなんですよ。おいしい、牛乳だけでいい。ちょっとセブンで気になるものを見つけてしまいまして、我買ってきたんですが、こちら、うん、見て、いちびこ、いちびこいちごミルク、ただのジャケ買い。かわいい。鳥獣ギガとかめっちゃ好きだからさ、めっちゃ買ってしまった。確かにそれっぽい。後で飲みます。いい、ね、なんか久々にこういうデザート食べたわ。デザート一気に食べてしまう。もうなくなっちゃう。危ない。取っとこ。取っとこ。何だろう。初めて言われた。取っとこ。ハム太郎。ハム太郎さん。ハム太郎さん。おしくんが来るからすぐ。大満足ランチですね。久々に人と喋りながらランチしたわ。そうだね。まあないよね。一人でご飯ってやっぱ寂しいよね。寂しいよ。なんか他にさ、気になることとか、なんかさ、私たち質問箱みたいのをさ、なんか置いてもいいのかなって思って、うん、なんかこういうこと聞きたいよとか、うん、うちら二人でさ、なんか女子で YouTuber やってるけど、その YouTuber の話とかさ。ぜひぜひ、なんかいろいろあれば。意外とこう、はい、コミュニケーション力は二人とも高いから、どうしたら人付き合いどうですか、うん、とかもあるし ね、 うんうん、んね、ぜひ恋愛の話とか美咲ちゃんに聞いていただけるといいなと思マジか答えれるかな。私はどっちかっていうと男性能だから、なんかそういうのがあれば、両極端のアドバイスをする。そうそう、美咲ちゃんはどっちかっていうと女性能なので、そ う、ね、まあ、そういうね、お話を聞いたりとかも多分大丈夫だと思います。うん、なんでなんかそのうち質問をね、うん、受け付けるようになんか、はい、なんか使ってなんかします。はい、あと定期的にうちらがリモートでご飯をしたいのでします。あ、そうです。あ、そうです。だから多分質問箱でなんかね、いろいろあればそれについて食べながらご飯食べます。そうそう、質問コーナーっていうご飯会したいな。あ、いいね、質問コーナーのご飯会で。ね、めっちゃいいよね。ただ画面がご飯食べてるだけっていうあれだけど。そうそうそう、
あとその質問をこの画面にこう映して、普通に質問コーナーみたいな、いろんな YouTuber さんがやってるみたいに答えて、その間ご飯食べてるみたいな。あー、いいけど、そのぐらい緩い方がうちらにはいいよ。うん、だよね。うん、うん。ということで、じゃあこれからもね、頻繁に噛みつきご飯会を開催していきたいと思います。イエーイ！はい、よろしくお願いします。お願いします。では今日はここでごちそうさまです。はい、ごちそうさまでした。はい、それでは皆様、本日もお疲れ。お疲れ。バイバーわーわー、できない、バイバーあー、なんかできなくなった意味わかんねー